次に玉木雄一郎君。はい、委員長。国民民主党、玉木雄一郎です。国民民主党はこの令和4年度予算案に賛成することを先ほど党の会議で決定をいたしました。もちろん政府案100点満点ではありません。私もこの場でさまざまな問題点を厳しく指摘をいたしました。しかし目下の最大の課題であるオイルショック以来の原油価格の高騰に対して、我が党が先の衆議院選挙の追加公約で掲げたガソリン価格に上乗せされている税率分、このリッター25円10銭、軽油は17円10銭、これを引き下げるいわゆるトリガー条項の凍結解除によるガソリンのこの減税の検討を総理が明言されたことを踏まえて、国民民主党として予算案に賛成することを決めました。そもそも私がトリガー条項の凍結解除によるガソリン値下げの必要性を訴えたのが、安倍政権下の2018年10月29日の代表質問でした。岸田総理が就任されてからも、直後の10月12日の代表質問で質問し、また昨年10月21日の選挙中の追加公約として掲げて戦いました。このトリガー条項を先の衆議院選挙の公約に掲げたのは我が党だけだと思います。また選挙後の12月6日の臨時国会冒頭で、日本維新の会の皆さんと法案を共同提出もいたしました。その3日後の12月9日の代表質問、そして今年になって、通常国会冒頭の1月20日の代表質問でも、重ねて質問、提案をしてまいりました。我が党はトリガー条項の凍結解除を先導してきた自負があります。ただし、岸田総理からも、安倍総理からも、萩生田大臣からも、凍結解除は適切ではないという、度重なる答弁でありましたけれども、先週の予算委員会の集中審議の際、ちょっとしつこいと思われたかもしれませんが、何度も私から検討すべきだということを提案させていただき、その際は、ご指摘の点も踏まえ、あらゆる選択肢を検討するとの答弁を岸田総理からいただきました。なかなかトリガー条項という具体的な名前はその時出していただけなかったんですが、本日午前中の自民党の越智貴雄議員の質問に対して、このトリガー条項の凍結解除も含めて検討すると明言をされました。改めて伺います。午前中の越智委員との質疑の中で、総理は原油高騰対策として、トリガー条項も含めて検討すると答弁をされましたが、トリガー条項の凍結解除を行うということでよろしいですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。午前中も答弁させていただいたとおり、トリガー条項の凍結解除、これ検討から排除はいたしません。その上で、大切なことは何が実効的で有効な措置なのかということだと思っています。与党からも多くの提言をいただいており、官房長官の下でしっかりと検討した上で、必要な措置を行ってまいりたいと思っています。玉木雄一郎君。私は今やってるですね、補助金、元売り各社への補助金制度というのは、現行の制度の中では、効果についてはいろんな評価がありますけれども、一つの方策なんだと思います。ですから、自民党からもその額をトリガー並みに拡充しようという話も出てるのも承知をしております。で、年度内は少なくともですね、多分そういった形で対応せざるを得ないんだと思いますが、今後のですね、ウクライナ情勢です。で、これ、いろんな分析が出てますが、4月以降ですね、第2四半期以降は1バレル125ドルを超えるというふうに言われてます。つまり、かなり高くなった今からさらに3割上がるというような予測もいろんなシンクタンクも出しておりますので、その元売り各社への補助拡充も否定しません。私は併用可能だと思ってますから。で、そこである種時間も稼ぎながらですね、一定程度のその上昇の抑制をしつつ、やはりさまざまな政策手段を用意しておくということが必要だと思うので、トリガーについても早くですね、具体化をすべきだというふうに思います。で、特にこの
ガソリン減税という形になると、消費者とか事業者にメリットが分かりやすいんですね。引いてるのか引いてないのかよく分からないということではなくて、明確に分かるので、これぜひやりたい。で、繰り返しになります。前回申し上げました。賃上げが最大の今の日本の課題なんです。で、企業にとっても事業者にとっても、さまざまなコスト負担が増えてくると、賃上げの原資が吹き飛びます。賃上げどころではありません。ですから、本当にこの給料が上がる経済を実現するためには、このトリガー条項の凍結解除も含めてですね、あらゆる手段を講じていくことが必要だし、このトリガー条項っていうのは、今現在の法律にあるので、新たに何かしろというよりも、それを東日本大震災の財源確保のために、別の法律で止めてるって形になってますから、これを解除して、適用できるようにするということが大事だと思います。総理に改めて伺いますけれども、発動時のさまざまな混乱回避、よく言われる買い控えとか、その逆の活動や、いろんなことが起こるのもですね、事実だと思います。だからこそ発動時の混乱回避策や、あるいは今の水準の中での発動要件、あるいは解除要件、こういったものも含めてですね、検討したらいいと思います。で、私たち国民民主党はすでに、このトリガー条項の凍結を解除する際の、まず地方自治体の財政の影響ですね、大体月額1300億円から1500億円かかると思います。かつて計算したときは1500億円でした。3ヶ月やれば4500億円ぐらいです。でもまあ、それでも予備費の範囲内という形なので、もちろん地方財政の影響も勘案しなきゃいけない。あるいはマーケットの影響、そして現場のガソリンスタンド等での混乱回避策、まあ、こういったものをですね、具体的に今検討しております。当時も検討しましたから。で、ぜひですね、こういった我々としても具体的な検討結果をですね、しっかりと提案していきたいと思いますので、トリガー条項の凍結排除も解除も排除せずに、あらゆる選択肢を検討するということであればですね、円滑にトリガー条項の適用、その凍結解除と適用ができるように、こうした私たちのさまざまな凍結解除にあたっての混乱回避策等については、ぜひ総理にも政府にも参考にしていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。トリガー条項の凍結解除を含むあらゆる選択肢を検討する中で、御党のこれまでの検討や、あれご提案についても、しっかりと参考にさせていただきたいと思います。玉木雄一郎君。はい、これはですね、かつての民主党時代、我々が与党だったときに、与党として考えたものですから、それなりの現実性を持ってですね、制度設計をしております。ただやっぱり、いろんな混乱が現場で生じるということも想定されますから、特に地方財政の影響ですね、こういったものも踏まえて、総合的に考えていくと、それは我々も現実的に提案をしますので、ぜひ今おっしゃったように参考にしていただきたいと思います。で、このウクライナ情勢の緊迫化による原油価格の高騰で、国民生活、経済が大きな影響を受けている時だからこそですね、我々正直、これ、党内でも議論するときに、賛否両論ありましたし、私自身もいろんな思いがありました。ただ、今は、まずコロナだということで、予算の円滑な成立と執行が必要だと判断したことと、そして、この原油価格の高騰をなんとかですね、きちんと対応しなければ、先ほど申し上げた賃上げもできないし、経済の回復もできないだろうということで、とにかく私たち国民民主党は何が国民生活にとって最良かという判断から、従来の判断にとらわれずに決断をいたしましたので、その思いを政府としてもしっかりと受け止めていただいて、速やかにこのトリガー条項の凍結解除、早期実現に向けた検討を行っていただくことを強く求めて質問を終わりたいと思います。これにて玉木君の質疑は終了いたしました。